つくと、こう観光ハイヤーとかそういうのがね、一緒になってこうくっついてくるわけですよね。ダサい車なんかもあるみたいですね。旗がなびいてますね。手振り島に続いて、八木尻島もね、歩行動画で紹介していきたいと思います。ちょっとあまり時間ないんで、ちょっと短めの歩行動画になるかなと思いますね。フェリーターミナルの近くは、なんか手売り島と比べるとちょっと観光色が弱いのかな。家はたくさん建ってますけどね。手売り島も八木尻島もフェリーが着く時間帯になる、と警察官がやってくるんですよね。それでフェリーターミナルのところでお巡りさんがね、立って監視をしてますね。特に何か職務質問とかそういうのはないですけど。八木尻水産加工場っていうのがありますね。なんか手売り島よりも八木尻島の方がなんか港になんか生活感が溢れてますよね。こういう斎藤漁業部とかいうね、ですかね、そういうのもありますし、この辺もなんかこう海からの潮風に耐え抜いてきたなんか古い小屋とか多いですよね。看板がありますね。道道八木尻島線道道255号線ですか。島内一周約12キロ目ですね。おっと、小林の方に行ってみましょうか。しかしなんか階段が荒れてるな。あれ大丈夫かな。あれ変だぞこれ。さっきなんか看板、案内板あったのに。これ何これ。また道がなくなっちゃったじゃん。何これ。ちょっと待って。さっきの案内板嘘だったの。ちょっと待って。北留萌消防組合八木尻消防団。北留萌っていうんだ、この辺りは。そうか、留萌地方の北の方なのかな。まあでも留萌に分類されるわけですよね、この辺りはね。宗谷地方じゃないですもんね。なんかこうログハウスですね。この道に曲がってみるか。一応ね、八木尻島のイラストマップというか観光案内地図っていうのが一あるんですけど、なんかね、ちょっと分かりにくい道とかありますよね、やっぱね。あ、なんかきついな、この上り坂。さすがにちょっと、歩行動画家の私でもこの坂、上りながら喋るのきついな、ちょっと。廃屋ですかね。廃屋に色を添える花々。あ、すごいな、これもなんか、雨や雪でなんかもう、ボロボロになっちゃったのかな。風とかかな。風雪に耐えられず、崩壊しちゃったみたいな。ね、こう、もう、林の中に、アジサイがね、埋もれてますよね。この辺りもね、ちょっと、まあ、住宅街っぽくなってますけど。鳥居がありますね。このから先は聖域なりって感じかな。
あれでもさ、鳥居のさ、鳥居をくぐってあの神社に入ってくるのが普通ですけど、鳥居をくぐる道が草に埋もれてますよね。なんじゃこれ。鳥居はあるが、鳥居をね、くぐるものは花に邪魔されるがよい。花と草花に邪魔されるがよろしよいという。こっち行けってこと？いやー、あれ？あ、なるほど。こういう風にやっぱりね、鳥居はやっぱ鳥、参道の真ん中は神様の通り道ですからね。なんかどっかで聞きましたけど、なんだろう、厳島神社っていうのかな、厳島神社鳥居。厳島神社っていうとね、広島の宮島をね、連想させますけど、ここにもあるんですね。厳島神社かな。そして森の中に入っていきます。なんかこうへしゃぐれてるというか、折れてる木が多いですよね。なんかやられちゃったやつが多いというか、まあこういうふうに森の中にもなんか草が生えてる、あの身長の低い草が、笹ですかね、笹が生えてるっていうのは北海道っぽいなって思いますけど、しかしこの辺りってさ、なんか温湖の林、温湖の島、八木尻島っていうね、キャッチフレーズを聞いたことがあるんですけど、温湖って何だろう、これが温湖かな、針葉樹。なんか横に広がってますよね、なんかね、枝がね、ニューっと。縦に伸びるようなやつだよね。そんなのはダメだってね。俺は横に伸びるぜって。縦なんかどうだっていいんだよって。やっぱりさ、その、なんていうのかな、この、座標軸のこの転換っていうんですかね。その、例えばさ、私が、オリンピックに出て、陸上選手を目指す、オリンピックの陸上選手目指すぞって言っても、やっぱりなかなか難しいわけですよ。ね、100メートル、だって私100メートルさ、走ってさ、多分20秒ぐらいかかると思うんですよ。20秒以上かかるかもしれませんね。だって50メートル走だって、あれですもんね、中学生とか高校生の時、いくつぐらいだったかな。8秒とかいかなかったと思いますよ。9秒台じゃないかな。そのぐらいですよね。たださ、まあ、100メートル走れば20秒ぐらいかかるわけですよ。それじゃオリンピックなんか到底無理ですよね。うわ、なんかキノコが汚らしく。だから別にね、その、なんていうのかな、短距離走で勝負する必要なんかないわけですよ。同時に、一般的なかっこよさとかね、美しさとかさ、人間性とか、そんなので勝負する必要ないわけですよ。自分なりの、物差しで、ね、自分の物差しで自分を測っちゃえばいいわけですよ。ね。そういう感じに、その、縦に伸びるやつはね、そんなやつ相手にしね、俺はね、横に伸びるぜっていう、そういう感じなの、そういう気が多いらしいんですけど、あんまり、今の時点では、すごいな、なんか、どうなっちゃってんの、これ。なんか、折れてんのかな。なんかよく木に穴がよく開いてますよね、こういうふうにね。穴ぼこがね、たくさん開いてる。ちょっと広い道に出ましたね。
多分このさ針葉樹がさ温子なんでしょうねきっとね。あんまり自信はないですけど、多分特徴的なさこういう横に広がり方なんていうのかな、葉っぱとか枝が横に広がってるっていう、そういうひねくれた木はさやっぱりこれ特徴的ですもんねやっぱね。なんか道が結構わなんかぐちゃぐちゃしてますね。あさ手売り島の方は歩行者専用の遊歩道であっても結構舗装されてるところが多かったんですよね。八木市とかそうでもないんですかね。いやそっか手売り島はそんな森の中とか歩いてないからな、海沿いしか歩かなかったからな。なんか手売り島はマムシがいるけど八木市島にはなんかマムシいないらしいですからね。そういう影響なのかなと思ったんですけどどうなんでしょうか。道しるべがねたくさんありますよね。なかなか親切ですよね。まあ、それそうですよね。観光は結構ね観光要素強いですからね八木尻島は。まあ、温子街道の方行ってみましょうか。ここから舗装道路ですね。ここから温子街道なんでしょうかね。温子街道っていうのは町の道ではなくて海の道なんですよね。やっぱりこう草がねたくさん生えてますよね。JR 北海道のねイメージカラーと同じです。あ、放牧地か。なるほど、放牧地というか牧草地なのか。まあ、こういうふうに牧草地の中に、木がねポツンとこう立ってるわけなんですけど、こういうの別に全然珍しくもなんともないですからね。普通にいろんなとこ歩いてればこんなのいくらでもあるわけですから。あのさ、高校2年生の時に北海道にさ修学旅行行ったんですよ。十勝とか札幌とか小樽とか、あと富良野美瑛に行ったんですね。まあ、十勝とね札幌とあと定山渓とか小樽は面白かったんですけど、富良野と美瑛がねめっちゃつまんなかったですね。もう最悪でしたね。特にさ美瑛のさなんかさあのなんとかかんとかの木ってあるじゃないですか。なんかこういう草原にポツンと木が一本立ってるから、それをなんか名所にしちゃえって言うんでさ、なんかなんだっけマイルドセブンじゃない、なんだっけなんとかの木なんとかの木恋人の木だっけなんかわかんないけど、なんかいろいろさ名前つけてさ、あれさなんかバスガイドさんがさ右手に見えるのがなんとかかんとかの木でございますとかなんか案内してくれるんだけどさ、いやあれなんかすっげえくったらねつまんねえと思いながら見てましたね。こういうさ草原の中に木が一本立ってるとかそんなの全然珍しくもないしさ、名前さえつければ観光名所になるのかよってね思いましたよ。ほんと北海道はね結構ね景色のいいとこたくさんあるけど、富良野と美瑛だけはつまんねえなと思うんですよね。富良野と美瑛ってさ北海道代表する観光地だけどさ一番つまんねえ観光地なんじゃないかなと思ってますから。羊がいますね。見えますかね。頭の部分が黒いんですよね。胴体が白いんですよ。なんか独特の姿してますよね。なんかのんびりとなんか草を食べながら、ね、くつろいでるように見えますけど、でもさ羊っていうとなんか毛皮のイメージ強いと思うんですよ。でもこの羊はなんかね肉用なんだそうなんですね。なんか食用のなんか羊なんらしいんですよね。まあそんなわけでね、羊の皆さんね、毎日食事して運動して良い肉になるようにね精進してください。
ね、あの良い料理人と出会えるといいですね、うん、そしてまあ良い料理人と出会って良い料理になって、まあお皿の上でね、あの再び出会うのを楽しみにしております。まあ、これはまあ北総の丸めたボールですよね。待避所のさ標識に鳥が止まってると思ったらカラスじゃん。焼き水島にもねちゃんとカラスはいるんですよ。でそして電柱がこの辺りからないですね。でこの一面の草原と草原の向こうに海が見えますね。開放的なんだけど特に突っ込むところが何もないんですよね。島が見えますね。2時間ぐらいまでね手売り島にいたんですよ。フェリーで八木尻島に来たんですよね。そしてこれなんだろう、鷹の巣園地ですね。鷹の巣園地、うん、あ、さっきの自転車の人が休憩してるんだ、うん、展望所がありますね。鷹の巣園地の展望所。おお、なんか海がいろんな、どの角度を見ても海ですよね。そして向こう側に手売り島がね、穏やかに広がってますよね。手売り島から八木尻島を見た時もね、おおって思いましたし、やっぱり八木尻島から手売り島を見てもやっぱりおおって感じですよね、うん。まあ、近いんですけどね、でも近いんだけどやっぱ遠いですよね。フェリー1日2便だけですからね。まあ、冬はもっと減りますし、本当ね、この鷹の巣園地に来るとほとんど360度ぐらいね、もう全部海なんですよね。すごいねこれね。そんなにさ人工的にね、タワーにしたようなね、そんな高い展望所じゃないんですけどね、ここはね、まあ、そんなわけでね、今日は北海道の八木尻島にやってまいりました。とりあえずちょっと時間があんまりないんで、この辺で歩行動画を終わりにしておきたいと思います。皆さんもね、ぜひ手売り島、八木尻島に遊びに行ってはいかがでしょうか。その際をね、ぜひいい天気の日を、ドンピシャにね、引き当ててほしいなと思います。それではね、さようなら。